小倉競輪場は福岡県北九州市小倉北区三萩野にある競輪場である。主催者は北九州市。競技実施はジャ火西日本地区本部九州支部。電話投票における競輪場コードは81。現在は北九州メディアドームと同一施設となっている。小倉競輪場は1948年11月20日に開設された。 日本で最初にできた競輪場であり、競輪発祥の地であり、毎年 GI の競輪祭を開催している。1948年に福岡県で開催される国民体育大会のために作る競技場をそのまま競輪に振り向けるというアイデアがきっかけで小倉競輪場が誕生した。なお、この時の第1回小倉競輪で発売された車検は単勝式、 副賞式のみで、伝勝式を最初に発売したのは、同年12月11日の大阪府営、競輪場である。かつては競輪を開催するためのみの施設であったが、1998年10月に、北九州メディアドームの誕生により移転する形で一体施設となり、それに伴い旧小倉競輪場は1998年6月18日をもって閉鎖し、その後解体された。 メディアドーム西側にある芝生の公園が、かつて旧小倉競輪場のあった場所である。関廃として、かつて、吉岡ミノルシンのホームバンクであったことからその、功績を称え、2007年より、吉岡ミノルシンカップが創設された。なお2004年9月からは、永久ツイントーナメントで前半戦、ナーディーカップ、後半戦、プラーナカップを実施していたが、 2005年5月15日をもって終了した。2006年5月の開催より民間委託を実施、これに並行して運営設備のリニューアルを実施し、在籍投票システムを西日本地区としては初めて導入し、トータリゼータシステムを日本トーターから富士通フロンテックに更新した。2013年3月で契約期限を迎え、 再び委託事業者の募集が行われたが、入札の結果、引き続き同事業者が受け負うこととなった。さらに2006年10月20日には、敷地内にミニボートピア北九州メディアドームが開設され、競輪施設において、協定の船券を発売する、全国初のケースとなった。なお2008年12月6日からは、若松協定場内に、サテライト若松が開設されている。 ちなみに、若松協定上も北九州市主催ではあるが、トータリゼータは日本トーターを継続採用している。2011年9月から11月、3場所連続 S 級決勝同着優勝が発生した。現在は投票締め切り前の音楽はオリジナルの音楽が流れるが、かつては前科が流されていた。これは、旧小倉競輪場、またかつての文字競輪場も、 同じだった。また選手紹介の際、最終日の最終レースのみ、小倉擬音太鼓をアレンジした音楽が流れる。2000年10月18日からは、ナイター競争、スペースナイトレースを実施している。なお、サマーナイトフェスティバルは GII であるため、戦術した規定により、小倉での開催予定はない。 朝日新聞社背経輪祭においては2017年までは唯一の日中開催であったが2018年によりナイター開催を実施している2011年1月14日からはナイター競争の開催時間を夜9時から11時過ぎまでとするミッドナイト経輪が開催されているただしこの開催は無観客開催で行われ一般客が場内で観戦することはできず 車検の購入も電話投票、インターネット投票を通じてのみ行われる。また通常とは異なる番組編成となっている。実況は JPF で担当アナウンサーは柳川正弘だったが2010年に逝去し、以降は同社所属のアナウンサーが交代で務めていたが、2012年4月より大村敦氏が担当。なお、ミッドナイト経輪については、 橋本優忠氏が日本写真判定と契約して担当している。また、2012年までの競輪祭ではファン投票によって実況アナウンサーが決められていたが、2013年から2019年は橋本優忠氏が実況を担当していた。なお、2020年は大村敦氏が担当した。ナイター開催の CS 放送、インターネット中継のキャスターは、 藤本理沙と解説の武田刑事のコンビが務めている。ミッドナイト開催の CS 放送、インターネット中継のキャスターは、橋本優徳と解説の武田刑事また2020年からは、スペースエンジェルズのうち一人が一説交代制で、アシスタントとしてが務めている。シンボルマークは長らくヘルメットをかぶった、競輪選手の顔の上半分に、競輪発祥の地を表す。 オリジンコクラと書かれたものが使われていたが、二代目として、北九州市出身の漫画家、松本霊児がデザインした、宇宙の競輪選手をイメージしたマークが使われ、2004年1月には、スペース騎士と命名された。2015年に三代目となる、打掌をモチーフにした妖精の、カネリンが誕生した。公式ツイッターでは、基本、語尾に、リニア、リンをつけて語っている。なお、 実際の小倉競輪場の打賞も、カネリン仕様のカラーストライプが施された。スペースエンジェルズというキャンペーンガールが2008年頃結成された。2008年11月18日より、重勝式投票、チャリロとの発売が開始されており、2011年1月27日開催のレースで後半7レースの一着を連続して当てる名前、小短小式の チャリロトで一口が的中し、4億29万1940円の配当を記録した。これは、公営競技では2010年10月に平塚競輪のチャリロトで出た国内市場最高額9億598万7400円に、次ぐ2番目の高額配当を、千葉県の男性が的中させたとされる。小倉競輪では2008年11月18日に、 販売を開始して以来適中がなくキャリーオーバーが続いていた。なおグループ開催への移行により、それまでのキャリーオーバーによる発売は2013年2月28日を最終日として一旦終了することになり、最終日は特例として書く掛け式でキャリーオーバーがあった場合は一つ外した目でも適中の扱いとしていたが、 適駐車のいなかったチャリロトの51883,050円が北九州市の収益となった。2013年3月25日からの開催よりキャリーオーバーを共有するグループ G としての発売となり、豊橋競輪場、別府競輪場、熊本競輪場、松坂競輪場と共有している。なおキャリーオーバーの対象外であるチャリロトさんは、 小倉単独で発売される。開設時は500メートル走路であったが、その後一周400メートルに改装され、ドームへの移行時にも周長は維持された。前橋競輪場に次ぐ2番目のドームバンクで、設計の際は全国の競輪場のデータを参考にし、最高速度向上など走りやすさを前面に出したコンセプトで設計された。ドームのため、 風がないことも手伝って2013年9月8日に名古屋でパーキンスに更新されるまで400メートルバンクとしては当時最速の上がりタイムを記録していた。豪快なめくりを決めやすい節があるものの少し踏み遅れるだけで後方に置いてけぼりになる自力選手もいるので一概に逃げ不利ではない。統計上は自力、番手ともにほぼ互角であるが 上位選手が揃う競輪祭では番手がやや優位となっている。大画面映像装置はバックストレッチ側壁面上部に設置されている。毎年11月下旬に GI 競争である朝日新聞社杯競輪祭が高級的に開催されている。競輪では4日制でのグレードレースは原則年一節のみとする規定があるため、小倉では競輪祭を定期開催している関係から、 現存する、競輪場で唯一開設記念競輪が開催されない。そのため、小倉では開設記念競輪も含めて、他のグレードレースが開催されることは基本的にない。なお、競輪グランプリは特別競争であるため、またサマーナイトフェスティバルは3日制 GII であるため、それぞれ小倉での開催も可能ではあるものの、競輪祭を開催している手前、他の試行者との兼ね合いから、 開催予定はない。全国的なナイター競争の場外発売体制が整っていなかったこともあり、競輪祭に限り昼間開催となっていたが、2018年の第60回大会よりナイター開催に移行することが決まり、現在は通年でナイター開催となっている。上記の通り、2017年度までは、小倉では競輪祭以外のグレードレースは開催されて、 来なかったが、2018年年度と2019年度に、競輪発祥70周年を記念して、開設当時の小倉市長であり、競輪の開催に尽力した浜田良介の功績を称え、多常の開設記念競輪に相当する、小倉浜田沖のカップが開催された。第1回は2019年3月29日から31日に、昼間開催で行われ、 第2回は2020年2月14日から16日に開催された。なお、2017年度までは、スーパーナイター、浜田賞が行われていた。2018年度、2019年度は、上記の小倉浜田沖縄カップを開催した関係で、同開催はなかったが、2020年度からは再び開催されている。カネリンに関するカテゴリー、ありがとうございます。